貧乏物語は川上はじめの評論である。資本主義による産業化の中で水面下で問題となり、第一次世界大戦をきっかけに日本で社会問題化となった貧困の背景と問題点を取り上げたものである。具体的には、働けど働けど我が暮らし楽にならず、じっと手を見るという石川卓木が述べた表現を引用し、 ワーキングプアの問題を取り上げるなど、格差社会を貧乏側から取り上げなぜ貧困者が多く存在しているのか、いかにして貧乏をなくすかをイギリスの貧困調査の見解など、内外の所見や現状を踏まえて考えている。その結論として貧乏をなくすには金持ちが社種をやめることで、富裕層と貧乏人の格差をなくすことが貧乏退治の第一策であると述べた。 1916年9月11日から同年12月26日まで大阪朝日新聞に連載。社会に大きな衝撃を与え、翌1917年に公文堂書房より出版され、ベストセラーとなりこの後日本の思想界にも多大な影響を与えた。なお、後にこの思想を理論化するために、資本論などのマルクス経済学を学んでいき、それをもとに、 社会改造を世に訴えることとなる。第二次世界大戦後の1947年に岩波書店の岩波文庫から出版。2008年に新日本出版社から出版された。ありがとうございます。